信州の山から生まれる清冽な雫はやがて川となり海へと注ぎます。豊かな海を未来へ引き継ぐために海なし県にもできることがあります。長野県内で行われる海につながる活動を紹介します。海と日本プロジェクトイン長野が企画した信州イカ調査隊もいよいよ学習のまとめです。能登里海教育研究所の浦田さんから改めて近年スルメイカの漁獲量が激減していることを教えてもらい、その理由として外国による乱獲や異常気象、地球温暖化などの影響が考えられていること、貴重な海の資源を守っていくために漁獲量の国際的なルール作りや温暖化を防ぐ取り組みの大切さについて学びました。この後調査隊のメンバーはグループに分かれ、イカの生きる豊かな海を守るために何が大切かを話し合い、それぞれの考えを整理しました。最後に調査隊に参加して心に残ったことや自分たちができることを作文にまとめます。長野県内で学習した森と海のつながりや石川県で体験した海やイカの魅力とそこで起きているさまざまな問題、今回の学習で大好きになったイカの姿を絵にも描きました。水中一人の思いより助け合いが豊かな海を守るための一つだと思います。ゴミを分別したりエアコンをあまり使うのをやめたり、いろいろな生き物が生きやすい海を作りたいと思いました。これからもイカを食べるためには減っている魚を調べてポスターを貼って伝えたいなと思いました。体験を通して海の現状を知った子どもたち、信州イカ調査隊は子どもたちが海の未来を自分ごととして考える大きなきっかけになりました。海と日本、動画をご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクトでは全国各地の海に関するさまざまな活動を紹介しています。チャンネル登録もお願いします。